はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店てるかいざになります。今日はプラモデルレビューになります。何のレビューかというとこちらになります。 HG のガンタンクになります。型式がね RX75 で、 HG の型番もね007と007という形になります。こちら基本的には色プラって感じですね。色分けされているプラモデルになります。で、大きさ的にはね、こんな感じで、ガンタンク、もう薄い感じですね。最近、ガンプラはなかなか手に入らないっていう、時期があったと思うんですけど、今回ね、たまたま、ヨドバシカメラさんをね、うろうろしてたら、こちらガンタンクと、あと後日ね、デビューしますけど、ガンキャノンですね。ガンキャノンを変えたので、ちょっとこちらの方を購入してきました。よくねガンダムに関してはねいろんなモデルで出ているんですけど、やっぱりねガンダムに、横に並べるにはねこのガンタンク、ガンキャノンっていうのがね、欲しいなと思いまして購入しました。すでにもうね作ってしまったので、作った後のランナーの下になりますけど、ランナーはねこんな感じでね1枚、2枚3枚、4枚、5枚って感じですね。これは、キャタピラですね。キャタピラはね、はい、こういう柔らかいね、素材でできております。で、プラモデルもね、HG なんで、こんな感じでグレーと黄色、あとは赤、あとはブルーって感じでね、色分けがされております。で、今日のレビューとしてはね、私、ここにいっぱい並んでいるんですけど、ガンプラをね、素組みで作っております。結構綺麗に作ってね、継ぎ目を消したりとか、あとは綺麗に塗装されている方いらっしゃると思うんですけど、私は逆パターンで、素組みで作ったらね、どういう完成頻度になるかと。こんな感じでね、プラモデルの説明書のパッケージはこういう形になってるんですけど、まあこれ素組みでね、作ったらどうなるかという形で、それをね、レビューできればと思って、お届けしております。はい。で、完成したのがこちらになります。はい。じゃあちょっとね、アップで映しますかね。はい。こんな感じになります。一昔前のね、当時のガンプラであったらね、もうほとんど青一色とか白一色でね、色を塗らないと、まあ、ほとんどね、つまんないなって感じなんですけど、こんな感じでね、ほとんど顔に関してもね、はい。綺麗にね、色分けされております。で、この辺のボディに関しても黄色いとこと青赤ってところも綺麗に色分けされております。あとは横のね、キャタピラに関しても、こんな感じで綺麗に色分けされております。後ろもこんな感じですね。あとは、なのでね、この辺墨入れとかね、すると全然見た目が違うかなと思います。あとはね、素組みで、やっているので、パーツのね、継ぎ目、消したりとか、あとランナーから切り離したね、ところも、やっておりません。そうするとこういう形でね、ランナーから取ったところは、こんな感じでね、白くポチッという形でね、残ってます。一応引っかかりはないんですけど、やっぱりね、ランナーから切り離した時に、切ったところがね、こういう風に目立ちますという形になりますね。ほんとね、基本的にはね、パーツの継ぎ目はね、結構この HG シリーズとかね、よくできてるんで、そんなにこうね、継ぎ目がね、まあ、ここの肩のね、ショルダーの部分、ここ、縦に継ぎ目がありますけど、縦とかこうやってね、ありますけど、基本的には前面から見てもね、プラモデルでね、こう、パーツとパーツが繋がってるみたいな、合わさってるみたいなのはね、あんまり抜けられないかなって感じですね。はい。あとはこちら、砲台ね。こちらのね、はい、こちらの砲台は完全にね、真ん中、パーツが継ぎ目になっていて、若干先っちょの方がね、パーツとパーツがね、また開いちゃったりとかしてる部分があるんでね、ここですね。こういうところはね、接着剤とかでね、綺麗にくっつけたりとかして、こういうところのやっぱりね、ランナーからの継ぎ目、切り離しのところね、ここ綺麗にヤスリ掛けをしてあげると綺麗になるかと思います。はい。で、今回ね、ガンダム、こちらもね、HG が出てますよって形でね、今回こちらと並べました。サイズ感的にはね、ガンダム、ガンタンク、こんなサイズ感になっております。まあ、設定上のね、
大きさかなと思ったんですけどね、やっぱコアファイターがね、あの共通のパーツになるはずなんでね、若干ガンタンクの方がね大きいかなって感じですかね。このガンダムが細身なんでね、ここにコアファイターが入っていることを想定すると若干ガンタンクの方がね大きいかなと思います。まあ、ただこんな感じでね、ここにあとねガンキャノンがもう一個並びますんでね、そしたらまた改めてレビューしていきたいと思います。はい、今日はね HG シリーズのガンタンクを、素組みで作った場合の商品レビューになります。はい、こんな感じでやっておりますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければねグッドボタンよろしくお願いします。こんな感じでね、ちょっとこちらお見せしますけどね、はい、こんな感じでガンプラに関してはね素組みという形で全てやっております。なのでね、なんかもし素組みで作った場合どんなイメージになるか見たいということがあればね、コメント欄から寄せていただければ、私が所有していればその素組みで作ったプラモデルをねレビューさせていただきますので、引き続きご視聴いただければなと思っております。以上となります。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバーイ。